渋野日向子選手は、米国女子ツアー唯一のマッチプレー大会で、第1ラウンドに挑んでいます。新しいフォーマットでは、3日間のストロークプレーを行い、上位8人が2日間のトーナメントに進むことができます。渋野日向子選手は、今季初の予選通過を目指しましたが、77というスコアを出し、5オーバー、82位タイでラウンドを終えました。一方、古江彩佳選手は、71をマークし、1アンダー9位タイでホールアウトしました。他の日本の選手たちも様々な結果を残しています。これに対して、ファンからのコメントでは、渋野日向子選手に対する期待や懸念が見て取れます。一部のファンは、渋野日向子選手の成績が振るわないことに失望を表明し、彼女が今後どのように改善していくかに注目しています。また、古江選手には期待が寄せられており、彼女の好調を願う声も多くあります。一方で、渋野日向子選手の成績が芳しくないことに対する批判もありますが、それでも彼女の精神力やポジティブな姿勢を称賛する声も聞かれます。さらに、メディアに対しては、渋野日向子選手だけでなく他の日本の選手たちにも注目し、公正な報道を求める声も上がっています。総じて、渋野日向子選手の今後に対する期待や応援、そして彼女の成績に対する批判や懸念が入り混じった状況が反映されています。彼女に対するファンや関係者の思いが、彼女のゴルフキャリアの成長にどのような影響を与えるか、今後の動向が注目されます。これらのコメントからは、渋野日向子選手に対する期待や懸念が明確に現れていますが、同時に彼女のポテンシャルや過去の実績に対する信頼も感じられます。彼女のゴルフキャリアはまだ若いものであり、成績の上下は避けられないものでしょう。しかし、彼女が持つ才能や努力は揺るぎないものであり、ファンや支持者たちは彼女の成功を信じています。一方で、渋野日向子選手に対する批判も一部に見られますが、それらは彼女の成績に対する関心や期待の表れであるとも言えます。ゴルフは一筋縄ではいかない競技であり、プレイヤーは常に挑戦と成長の過程にあると考えられます。したがって、渋野日向子選手には今後も応援と励ましの声が送られるでしょう。彼女がこれらの声を受け止め、自らのゴルフを向上させるための努力を続けることが、彼女のキャリアにとって重要な要素となるでしょう。ファンや支持者たちは彼女の成功を共に喜び彼女の挑戦を支え続けることでしょう。渋野日向子選手に対するファンや関係者からの声は、彼女が今後どのように振る舞うかに大きな影響を与えるでしょう。彼女が自分のゲームに集中し、前向きな姿勢を持ちながら成長していくことが、彼女の成功にとって不可欠です。さらに、渋野日向子選手に対するメディアの報道も彼女のキャリアに影響を与える要素の一つです。メディアは彼女の成績やプレースタイルを客観的に報道することで、ファンや支持者に対する情報提供を担っています。一方で、メディアの報道姿勢が選手のモチベーションや自信に影響を与えることも考えられます。そのため、メディアは渋野日向子選手を含むプロ選手たちのキャリアをサポートし、彼らの成功に貢献する責任を負っています。最後に、渋野日向子選手に向けられる応援や励ましの言葉は彼女の心に届くことでしょう。ファンや支持者たちの温かいメッセージは、彼女が困難な時に力を与え、前進する勇気を与えることができます。そのため、彼女はこれらの声に耳を傾け、自らの目標に向かって努力を続けることが重要です。総括すると、渋野日向子選手はこれからもファンや関係者の期待に応えるために、自らのゴルフキャリアを築いていくでしょう。彼女が挑戦を受け入れ、成長し続ける姿勢を示すことで彼女の成功はより確かなものとなるでしょう。